はい、皆さんこんにちは、今回は対戦動画の前にほんのちょっとだけねお時間をもらって今月開かれる大会についてお話ししたいと思います。優勝賞金1億円でねかなり話題になったあのシャドーバース世界大会がついにね2ヶ月後に開催されるんですが、その最後の挑戦権、最後の参加権を手に入れるための、チャンスがこの JCG オンライン予選になります。オンライン予選大会ですね。はい、これがなんとですね、通常のレイジであれば現地に行って東京や大阪の、オフライン会場まで行って参加しなければいけないんですが、今回はねオンライン予選なんで自宅からでも参加できるという非常に参加しやすい大会になってますね。はい、そして優勝賞金30万円、準優勝は15万円、さらに、優勝準優勝どちらも世界大会への参加権を手に入れることができます。オンライン予選大会の応募締め切りは10月14日までになっていますんで、参加したいという方は今のうちに応募を済ましておいてください。この動画の概要欄、動画説明欄にこのページのね URL が貼ってありますんで、そちらから飛んでもらってトップのこのボタンを押せばすぐにエントリーサイトへ誘導してもらえます。あとは数回の手順を踏むだけで、参加登録は終わりですね。はい、というわけで、ぜひね皆さんこれ参加して1億円世界大会ね目指していってもらいたいと思います。それではお付き合いありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、マグロヘッドです。今回使うのは3連ベイルエルフになります。まあ、デッキ内容はベイル、そしてユグドラシルの4枚しかエルフフォロワーを採用しないことで、ザーメク森によってね、これらのカード全てを集めようというコンセプトになっています。さらにベイルのコストを軽減しまくり、最終的にねユグドラシルの神羅の怒りで全員走らせようというのが、このデッキのコンセプトになっています。それでは対戦の方に行きましょう。はい、対戦相手はウィッチ、そして先行になりました。網までマリガンですね。いちごさんもっと行きたいですが、なあ、まあまあまあ、ベイル純真もいいですね。これで4ターン目に網を受ける確率上がりましたし、お、ベイル2枚か、素引きか。まあそれはそれで悪くない。一応素引きしておけばザーメク、お、マジかめっちゃ来るな。これこのこれだったらザーメク森なくてもいけるかもしれないですね。まああのカードでパーツを揃えるっていうのが一番楽なんですが、素引きできましたからね。 OKOKOK、 2点殴れる。さあ調べも来た。お、しかもザーメク森、これエンハンスで使っても意味ないですね。あの通常時で使ってベイル1枚、残り1枚をサーチしていく感じでいきますか。揃いましたね。ただ盤面展開できないのがちょっとネックでしょうか。いやー、どうしようかな。いや、まあ並べてこうですよね。はい、これでベイルサーチ、よし揃った。あとはいかにフォロワーを出していくかなんですが、今のところちょっとフォロワーが出せないか。まあ純真でワンドローありますからね。頼む。まあ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 、二面処理か。これで2コストダウンしますからね。いや、これはあるぞあるぞ楽しくなってきた。ああ、でも問題あるな。ウィッチの宣告の守護がやばいんですよね。守護がやばいっていうのと、ゴブリンか、ゴブリン対空かな。で、ここな、調べ打ちたくないんですが、打たないとコスト下げきれないですね。どのみち次ターン打つことになると思うんで切ります。ただここで切ってしまうとちょっとリーサルが怪しくなってくると、まあトップでさすがに解決できますね。それは、はい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 、主走。いやー、あいつ6パワー6放置は無理だ。なんか来てくれ、トップ解決したい。いや、ちょっとパーツ引きすぎちゃいましたからね、嬉しいんですが、フェアリーサークルか。いやー、これだったら裏目になっちゃいましたね、切ったの。まあ、とりあえず横に並べます。で、ユグドラシルに進化権を切って、なんとかライフを保ちますか。
ここで黒竜とか来ちゃうとリーサル見えてきそうですね相手。オッケーオッケーオッケー。いやーただフェイスかー、もうリーサル見てきてるなー、ノバフレア。なるほど。めちゃ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 下がった。はい、ではイグザラシルいきましょう。当然シンラの怒り。さあまあここでベイルを並べるというのも普通に強いんですが、相手ウィッチですからね、何かしらの処理手段はあることを考えればやはり持っておくのがいいですよね。ダメージ計算すると1点13点14点進化込みで16点。なんで現状トップ解決が必要か。まあでもかなりの枚数1コスが入ってますし、いやてか何引いてもだな、何引いても守護さえ立たなければリーサルですね。逆にリーサルじゃないカード、まあ対空とかそのあたりになってくるでしょうか。あと幕開けとかも厳しいか。やめて守護、うわー防塵やばいやばい。いや防塵はやばいぞ。マダン打って、はい。防塵かー。これは、調べが引きたいが、あーどうしよう。いや、これいったか。あ、ダメか。まあ、とりあえずもう行くしかないですね。トリプルベイル。ジェットストリームベイルからの、先兵ゴブリン。シンラの怒りは、あ、そっか、いや、リーサルか。危ない、気づいてよかった。当たって、進化で消滅すればいいんだ。おお、危ねえ。はい、対戦ありがとうございました。おお、危なかった。いや、気づいてよかった。そうですよね、ありがとうございました。はい、対戦相手はエルフ、そして先行になりました。エルフ対決。いやー、ベイルはキープしたいんですが、どうなんだろうなー、ざわめく全力なのか。いや、ベイル持っときますか。はい。まあ、どうせざわめくを引いたとしても、3枚しかサーチできないんですね。3枚しかって十分なんですが、3枚サーチを行えるカード破格なんで。ただまあそれだとコンボパーツ4枚が揃いきりませんからね。お、2枚ベイル来た。さあひとまずルリア、これが幕開けと相性がいいんでね、強力です。というかニュートラルカードたちで、あー不殺、ただいやこれは悪くない。不殺なんだこれは、ハイランダーか。これ確実にルリアに乗せたいんでエンドします。天使置いてもよかったんですけど、その場合天使にバフが乗っちゃう可能性ありますからね。ルリアに乗せておけば、一手では取れない。対空して、攻撃力マイナスかな？うん、まあ、膝ついてるんで、相打ちは取れますね。おお、ナイスドロー！ザーメックいきます。さあ、これが素晴らしい。しかも必殺残ってますからね。いや、このカードはマジで、コンボデッキとしては最高クラスの優秀なカードですね。サーチを3回行える。これ、ハイランダーっぽいですかね、どうやら。机読みで相打ちであれば、正直美味しいです。オッケーオッケー。おー、フェアリーサークルもいいな。まあ、ひとまず、天使につけますか。フェアリーサークルは割っときます。いいですね。3、4必殺守護。十分、十分。さあ、これでサーチは終えましたね。で、これもう一回ザーメク森のカウント残ってるんですが、バレるんですよね。エルフカードあんまり積んでないことが。まあ、そんなに注意深く見てないかもしれませんが。
あ、何か仕掛けてく、え、あーまああれですよね、ハイランダーなんで、シャングリラフェアリーもうエルフガチで組んでもあんまり強くないんでね、お互いなんかめちゃめちゃになってますね。いやー取れるけど、まあ先兵進化かしておくべきですよね。はい、当たってで、まあ展開かな。一応これでマイナス4、ユグドラシル出してマイナス5までは行くんですが、こいつコモベイルがちょっとね1コストになっちゃいますね。さあ、おお、マゼルベイン、さあこれはどこを狙ってくる。まあさすがに4-1かな、それかガチャしてくるか相手。4-1ですよね。まあ取られてもいいですもんね、ハイランダーって。やばい、トップがちょっと良くなかったな。はい、ではこれはシンラの怒り、これリーサルあるんですかね、相手どうなんだろう。4点出るかどうか、際どいな。で僕もリーサルを見なきゃいけないんですよね。ここ進化でマゼルベインに当たって1-1で取るっていうのどうでしょうか。まあ、これならヘルス2以下がボードに残らないんで、マゼルメインのエンドジ効果がそんなに痛くないと。いやーリーサルなかったかな、ひよったかな。おお、それかっこいいですよね、ブリンディ。ただこれもいっちゃいますか。はい、ではジェットストリーム、当然ユグドラに乗せます。まあダメージ自体は足りませんが、これ返せないでしょう。プロバハかな、返すとしたら。いや、プロバハやばくないか、相当やばくないか、これは全滅しかねないですよね。オッケーオッケーオッケー。さあそっから打点、ん、自分に打つのか、自分に打つのか。でドレインして、まあ盤面横並べできないんで、対戦ありがとうございました。横並べできないんで、まあああいう風にしてどけたっていう感じですね、相手。よし、ありがとうございました。これは来たか、いきますか。じゃあベイル、ベイル、ベイル、そしてフェア、フェアでいいか、フェア、フェア、さあ調べ、そして最後に怒り、6-5-5-2に対戦ありがとうございました。よっしゃOTK、 よし、完璧な形で決まりましたね。ありがとうございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。まあこのデッキパッと見めちゃめちゃ弱そうだなと思っていたんですが、使ってみたらね、思ったより強かったです。また今回も MP 溶かしちゃうのかなと思ったんですが、500ポイントを盛ることができたんで、まあめちゃめちゃ弱いわけじゃないなというふうに思います。はい、しかもレジェンドの枚数が少ない、レジファイとか正直採用しなくてもいいんで、ユグドラシル1枚さえ持っていれば、あとベイル3枚持っていれば組めちゃうデッキだなと思いますんで、これも本当に誰でもおすすめできますね。はい、まあ、エルフでなんか遊びたいなっていう人には本当におすすめデッキになってます。というわけで今回の動画はこれまでになります。ご視聴ありがとうございました。